は一緒に帰るでしょう。考察会トップトロッタケです。よろしくお願いします。皆さん、ルフィについてどう思いますか？ルフィはカイドウ戦で一度死んだと思っている方は高評価、死んでないと思っている方は低評価をお願いします。そんなルフィに関する考察です。ルフィの自由の能力は他の悪魔のみの能力も使えます。これはすごいですよ。最強やん。規制とかね。あ、そうですね、本当に。ルフィにもその可能性があるんですよ。そのことについて深掘って話をしていきたいと思います。わかったわ。ごめん。終わりだ、これで考察。じゃあもう終わらせてもらっていい？いやいやいや、ちょっと言ってもらって。だから規制のように憧れるのやめたらいいんだよ。そっからだからね、規制が覚醒するのって。そうだね。あれで青峰に憧れるのやめますって、大谷翔平も先に言ってるからね。確かに。それがいいよね。大谷翔平、しょぼいよね。いや、怒られそう。怒られそう。クロノバスケ読んでるじゃん。ルフィも憧れるのやめるんだよ。シャンクスに。憧れてないし、まず。まあでも憧れてたらやめた方がいいしね、シャンクさんって。なんか恨みでもあるんですよ、シャンクさん。じゃあ何？友達が脅しの道具じゃねえんだって言われて撃ち殺された。俺らが読んでる作品と違うというか、あれ、あの人友達だったの？まあまあまあいいんですよ、そんな話は。今回はルフィの悪魔の実である人人の実幻獣種モデルニカは一体どのような能力なのか、一体どのようなことが可能なのか、このような話をね、していきたいと思うんですよね。そしてもしかしたらこんなこともできるのではないかということを考察も含め話していきたいと思います。まず1044話でルフィの食べた悪魔の実がゴムゴムの実ではなく本当は人々の実幻獣種モデルニカだということが明かされたんですよね。そしてその能力について五老星の一人がこのように話しています。その体はゴムそのものの性質を持ち、空想のままに戦い人々を笑顔にしたという。解放の戦士、またの名を太陽の神ニカ。覚醒はゴムの体にさらなる腕力と自由を与えるという、世界で最もふざけた能力だ。このように説明しているんですよ。この説明からわかるルフィの能力は、体がゴムの性質になる、さらなる腕力を与えられる、自由を与えられる、この3つがルフィの能力だということがわかるんですよね。ただ非常に曖昧な表現が多いなって思いません？だからその中でも自由というものがルフィの能力をややこしくしてると僕は思うんですよね。本当に自由でお前何でもできんのかと言いたいんですよ。じゃあ死んだ人も生き返らすこともできんのかとか思っちゃうじゃないですか。そこで僕はルフィがニカに覚醒した状態で何ができるようになったのかをまとめてみました。1つ目、地面や壁、他の人間さえもゴムの性質に変えることができてるんですよ。2つ目、雷を掴んだ雷を投げることも、雷をゴムの性質に変え、雷と雷の間をビョンビョンビョン飛び回ることができてるんですよ。3つ目、髪の毛からサングラスのようなものを一瞬で作り上げたんですよ。この3つがワノ国編のカイドウ戦で見せたルフィの自由の能力なんですよ。その中で僕が注目したものは、雷のような自然のものを掴んだという点ですね。ここで僕が思ったのは、他のものでもこれ可能なんじゃないかなとか思うんですよね。例えば雷ではなく雲を掴んで相手にぶつけたり、火とかも形を保ったまま持てることもできるのかなとかって考えていたんですよ。そう考えていながら1093話を僕は読んでいたら、衝撃的なものが描かれたんですよね。なんとルフィはキザルの能力で生み出したレーザーを食べたんですよ。うわぁ、なにこれとバクンって言ってるんで、確実にあれ食べてますね。そして熱いと言いながら体が発光していたんですよ。ここで僕が驚いたのは、光を食べたのもそうだし、熱いで済んでるのもそうなんですけど、ルフィが発光している光を見ると、その光によって葉っぱが切れてるようにも見えるんですよね。つまりキザルが撃ったレーザーをルフィが食べて吸収し、体から出した光は攻撃に扱うことができるんですよ。カービィみたいな感じだね。あー、なるほどね。食べてる。この一見ギャグ描写に見えるようなシーンも、ルフィの自由の能力の可能性をどんどん広げているということがわかるんですよね。これを踏まえて僕が思ったのは、光だけでなくマグマや砂、氷なども食べて攻撃に使えるんじゃないかな、このように思うわけですよ。そうなるとロギア系の能力者と戦う際には、相手が使う技をそのままルフィも使えるということになるんですよ。この可能性はすごいなと思いましたね。うん、確かにありそう。
そうだね。でもルフィが赤犬のマグマの攻撃をしたり、青生地の氷の攻撃をしたり、さらに黒ひげの闇の攻撃もできる可能性があるんですよね。もしかしたら単体だけなく混ぜてより攻撃力の高いものをぶつけることもできるかもしれないんですよね。で、僕がすごいなと思ったのは、雷を掴んでるのは、雷はルフィに効かないから感電しないとかそういう原理があるのかなと思ったんですよ。でもキザルのレーザーを食べて熱いで済んでるって、いやいやいや体が燃えてもいいでしょみたいな、そうだね、思うんですけど、熱いで済んでルフィはその後も普通に無事なんですよね。ってことはいろんなもの無事じゃないですかって考えられますよね。これがすごいんですよね。今話したことはルフィが今やっていることと原理は変わらないから、このような可能性を秘めていると、まさしく自由を与えられた能力だなと思いましたね。でもこれだけじゃなくてですよ、白ひげが使ってたグラグラの実も大気にひびを割り、目に見える衝撃波のようなものを与えていたり、クマのニキニキの実で目に見える衝撃波を飛ばしたりするものも目に見えるものなので、それらもルフィが吸収すればそのまま放出することができるかもしれないんですよ。だからロギアに限ったことではなく、他のものもルフィは再現することができる。まさに自由な能力だと。だから自由で何でもできるんだろうっていう風に妄想で僕は喋ってるわけではなく、描写から紐解いてって、あ、これが可能ってことはこれも可能だよなっていうような紐付けで考察をしてるんで、こういうことも原理的には可能なんですよ。以上のことから、いろいろな悪魔の実の能力を使えるのがルフィの能力で間違いありません。これ分かりました、マジで考察できた。え、すごい。食べたのもこうバクバクの実なんですよね。あー、なるほどね。もう持ってたってこと。タケオは吸収したから使えたってことじゃないですか、うん、じゃなくて吸収せずにも使えるかもしれない。なるほどね。普通に実はルフィもレーザーをもう勝手に撃てるということも可能性もありますね。やっぱり描写でバクンって言ってますから、これ小田先生の伏線なんですよ。いや、このバクンでちょっと興味深い話があって、このバクンっていう効果音が使われたのは2つなんですよね。ルフィのこの時とイム様が出した能力。怖いですよねこれ。うわ、俺も言いたかったなこれ。だからもしかしたらイム様もルフィと同じ自由の能力を扱えるのかもしれないです。ということで、この動画がいいと思いましたら、いいという意味を込めてごちそうさまでしたをコメント欄で書いていただいております。皆さん使ってください。よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもしてくれたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。